大地に、千葉県の市川市。あ、そういうことだったんですね。了解です、前さん。わかりました。了解です。じゃあさ、今からさ、千葉県最大のさ、ゲームセンター行かない？ゲームセンター。千葉県最大のゲームセンター24であるんだけど、どう？みんな。千葉県最大のゲームセンター。里見さんが体調不良なの俺も知ってるから。どうみんな、超でかくてゴーカートがあんの。行こう、行かねえ今から。千葉県最大のゲームセンター。できるかな。大丈夫ね。超でかくてゴーカートとかあんの。めっちゃすごいよ。行こうぜ。大慶園、大慶園結構有名なの。大慶園行こうよ。大丈夫？大慶園知ってる人いるんだ。ちょっとゴーカート、俺のドライバーテクニックを見せつけるわ。俺のドライバーテクニックを、うん、よく言ったんだ、ミンツさん。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとう。こんな時間で24時間やってるよ。もうカラオケもあるし、ビリヤードもあるし、すごいんだよ。めちゃめちゃ複合施設で。いいよ、大慶園。うん。結構ローカルで、あんまり有名じゃないんだよ。なんかもう遊園地みたいになってんの。バッティングセンターもあるね。今どの辺？板橋。板橋か。ロハコさん誘う？ロハコさん誘ったらやだ。いいけど、住所。うん。ロハコさんちょっと誘ってみる？ロハコさん誘ってみようよ。ロハコさんのゴーカートとかちょっと見たいでしょ。いや、超楽しいよ。大人でも楽しめるよ。ロハコさん。金梅さんは今から寝るだけだって。明日企画頑張るって。うん。千葉のどの辺だっけ、大慶園って。うん。ツバニャンと会うためだったら俺、それ、大事件だと思うよ。それは阻止しない。それは阻止しない、ダメでしょ。銀杯さんにはお金出さないで。霊園の近くだっけ。いや、爆走はね、彼女めちゃめちゃキレてるから、銃撃してるからね一回。うん。いや、賞金は俺が出してるわけじゃないから、企画会社が出してるわけだから。インバイト爆走はブルーになってる。あ、なんか今なんか企画やってんだって。今ロハコさんなんか家に誰かリア男がリア突してるって。パコる気満々でしょ、ロハコさん。ロハコさんパコる気満々でしょ。今男が泊まりに来てるのでごめんなさいだって。お泊まりトツが来てるって。お泊まりトツが来てるって。お泊まりトツ、ロパコでしょ。ロパコ市川霊園のそばだって。参加者はカバです。金梅はヘルプです。あー、そうだよ、金梅さんはヘルプだよ。知ってる知ってる。
初見さんいらっしゃい。爆走どこいんだろうね。だからこれ爆走とパコってのは里見さんと復縁できなくなるよこれ。大丈夫なの？住所とかがない。住所？あ、OK。住所検索すればいいの？うん。うん。千葉県市川市大町。初見さん楽しんでってください。どうも和道です、よろしくお願いします。楽しんでってください。遠い？どれぐらい？行こう。あのコンビニあったらタバコ買いたいかも。うん。過疎が罰金倍効果。いや俺普通に、あ多いな、確かに100人から200人ぐらいだね。大体いつも100人から200人ぐらい。うん。彼女初見さんいらっしゃい、アイアイさんいらっしゃい。彼女です。あ初見さん、ほなさんいらっしゃい、楽しんでってください。今日本当だ、多いね。普段より多いわ。金梅さんのところから流れてきてくれたのかな。めっちゃ多いわ。大敬遠楽しいよ、めっちゃ。2回ぐらいしか行ったことないんだけど俺も。それかお台場行くのもありだよね。お台場どっちがいい？どっちもいい。本当に出るの嫌いだもんね、なんかね。風船10個ありがとうございます。いや、リタイアしないって。普通にやるってよ。普通に配信企画はやるって言ってる。週末だからかな。どうだろう。新しいフォロワーさん紹介します。新しくフォローありがとうございます。9名のリスナーさん新しくフォローしてくれました。ミレイさん、マリアさん、チーさん、テンシロンさん、キムマリさん、アニアンさん、入れ墨女アニアンさん、ポリスさん、ホナナニカイさん、プーさん、浜田サマービさん、ありがとうございます、フォロー。あ、ありがとう、フォロー。うん、ん？あ、バーガープレゼントありがとうございます。チケットあと何枚残ってんだ ?6 枚か。買っとこうかな。うん、よろしくー。もう一回持ってっちゃい、これ地図を参考に投稿してください。これかな、うん、千葉県うん、リタイアしないってよ。あ、キムマリさんフォローありがとう。あざーす。楽しんでてください。まったり配信だけどね。新しいフォロワーさん、はい、紹介します。新しいフォロワーさんが、モンさんさん、エイキチマンさん、ユキチムさん、ナーさん、ありがとうございます。サトミさんいい人だよね。俺もサトミさんすげえ好きだよ。なんか、本当に配信会にいないような素朴な人っていうか、優しいお姉さんって感じで、すごいいい感じの人だった。ね、感じいいよね。金梅さん、里見さんと付き合った方がいいって。そうだね、まったりゆったりだね、俺は。金梅さんはもう里見さんと結婚した方がいい、本当に。より戻した方が絶対いいと思う。
あっちゃんフォローありがとう。パイオさんフォローありがとう。あんないい人いないよ。スバニャンダメだよ、あれ。スバニャンダメ。もう、金梅さんも年齢が年齢なんだから、もう、結婚を視野に里美さんみたいな人と付き合った方が絶対いいよ。今残ってるの誰？残ってるの？どういうこと？残ってるって。光るリアトツか深夜町と光るミキティは放送したいんだっていうか、満月でけえな、おい。なんか月がでかい、でかくね、月が。何これ、月でかいんだけど、ちょっと配信だとうまく伝わんないけど、超綺麗なんだけど、月がいいよね。月が綺麗なのいいよね。爆走は自ら敵作る。いや別にさっぱりしてていい性格かなと思ったけど、なんか解散した後になんか私が被害者なのみたいな、なんか泣き芸をしたのは許せなかったね、ちょっと。なんかあざといと思った。そういうところがなんかリスナーさんから反感買うんだなと思ったよね。プーちゃんさんこさんいらっしゃい。フォローありがとう。今日スーパームーンなんだ。おー、だから月こんな綺麗なのか。ね、超綺麗だよね。どこ行くの？うん、ゲーセン行こうかなとか思って、なんかゴーカートができる大慶園っていう超でかいゲームセンターがあるから、ちょ、彼女とデートしようかなと思って。デート配信だね。ねえ、里美さん本気で金梅さんのこと愛してるから、俺はね、あのカップルがいいなと思うね。まあ人のね、恋愛に口突っ込むのはどうかと思うけど、里美さんめっちゃいい人だったわ。マジで里美さんと結婚すべきだと思う。里美さんがいいよ。里美さんがリアルライフって誰が運営してんの？知らない。誰がどう運営してるのか俺は知らない。スーパームーン、金梅が狼になる日。爆走といると金梅のクズさが際立つ。亀有に爆走いるかガサ入れして。え、誰かさ、あ、でもなんだこれ、待って、ストップ、そのまま。ちょっと待って、大丈夫か。そのまま待って。大丈夫ですか？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 こんばんは？こんばんは？こんばんは。こんばんは。大丈夫ですか？なんかありました？酔っ払ってんすか？うん、いいや。多分酔っ払いだわ。うん、うん。うん。なんか多分酔っ払ってんだと思う。あ、今倒れてる人がいたから、車止めてっつって。今信号待ちしてたら倒れてる、なんか男か女かわかんないけど、倒れてる人がいたけど、多分酔っ払い。今ここの、中根橋、中根橋小前っていうところにいるんですけども、豊島病院前の近くなんですけども、はい、ちょっと自転車に乗ってあの倒れたままの方がいらっしゃって、はい、そうですね、多分酔っ払ってるのかなとは思うんですけども、
ちょっと、男性です。はい。何歳ぐらい？顔は分かんなかったけど、分かんない。多分40か50ぐらいだと思うんですけど。はい。ここで待っててってもらってもいいですか？いや、待たないよ。あ、はい。あ、はい、分かりました。はい、失礼いたします。なんで待つ？いや、だってひき逃げだと思われる。あ、思わないでしょ。ありがとう、のんた。ひき逃げかもしれないでしょ。いや、違う、あの、自転車見てる。優しいから、うん、多分ね、酔っ払いすぎてね、あの自転車乗って帰ろうとしたんだけど、そのままうずくまってる感じ。熱でも投資するかね、夜危ないよね、酒飲んでるときは。ありがとうね、警察呼んでくれて。ドライブ楽しいね、冒険だね。音量問題ない？音でかくした方がいい？声聞こえる？危ない危ないよ、ほんとな。あのね、ほんとね、若いうちは大丈夫とか言うけど、ほんとに死ぬやつとかいるからね。ハートプレゼントありがとうございます。引かなくてよかった。いや、あの道路の端っこに自転車が置いてあったんだけど、人が倒れてんのが見えたんだよ。そう、だからあの歩道の奥、歩道側にいたの。自転車はあのなんつうの、車道側にあったけど。うん、音大丈夫？聞こえる？サンキュー。なんかね、まだね、そのフワッチのね、機能を完璧に使いこなしてないんだよね、俺が。メーターどれくらいだと声がどれくらい入るのかとか、感覚がまだわかんないんじゃない？さ、ほら家に車が、ほら母子家庭じゃん俺で、親父しか運転免許なくて、子供の頃から家に車がなかったのよ。だから多分車に興味がないんだと思うけど、車乗るとね、テンション上がるんだよ。楽しいよね、夜のドライブ。楽しいよね。15万貯まったら沖縄来てください。 OK。 俺ちなみに沖縄のハーフだからね。うん、マリアさん、あのうちのじいちゃんめっちゃ沖縄で有名人だよ。俺沖縄のハーフだから、半分琉球の血に流れてるから。また間違えちゃった。いいじゃんいいじゃん、楽しもうよ。間違え、どっちの方行かないといけなかったの？右？右ってそっち側に入るってことでしょ？違うの？多分そうだよ。入る入る、そこを、うん、そこ、三角になってる。あ、違うか、間違えたわ。いいじゃん。うん。僕のおじいは、あの、西目淳二って言って、あの、沖縄で、あの、県知事、3期か4期ぐらいやってて、沖縄自民党総裁っすよ。立ち上げた人。モノレール作った人だね。めかけの孫だから、あの、戸籍上は違うんだけど、血はね、あの沖縄の国会議員やってた人ね。西目って多分ね、おじいとかおばあに聞いたら分かるよ。西目って聞いたことあると思う。のんちゃんいるよ、隣に。今ドライブ運転中。うん、うん、金梅さんの件はね、金梅さん、あのさっき解決。そう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 、西目だって、ばあちゃんは与那国だもん。与那国。
行きますよ、沖縄も。だ先に北の方に向かうから、北海道の方から行くけどね。牛島くんかと、なんかよく言われるんだけど、俺自身がね、牛島くんあんま好きじゃないから、わかんないんだよね。ドクターコトー診療所ってあれ、与那国だっけ？今はね、千葉のゲームセンター行こうかなと思って。閉まっちゃった？ありがとう。関西待ってますね。もちろん、関西行きますよ、また。のんちゃん映らないの？いや、別に映ってもいいけど、カメラが安定しないっていう理由かな。車の上だとカメラ安定しないんだよね。与那国で撮影したんだ、あれ。ステッカーとかはない。俺はネックレスだけ。ワードグッズはネックレスですね。これ。俺が今つけてるネックレス。俺のグッズはこれしかない。これですね。これが和道グッズ。ネックレスだけです。近い親戚にじゃなくて、だから、じいちゃんが国会議員で、沖縄県知事3期か4期やってて、息子も沖縄県知事1期か2期やってて、じいちゃんは国会議員も2期やってるよ。だから親戚にいるんじゃなくて、俺のじいちゃんが国会議員だと。それの孫、俺。近い親戚にじゃなくて、西目が、だから俺のじいちゃんが国会議員だと。で、俺のおじさん、だから血は繋がってんだけど、戸籍上違うおじさんっていうのが、県知事もやった。ネックレスいいでしょ。バーガープレゼントありがとう。北海道来たら突然行きたいです。全然いいよ。新しいフォロワーさん紹介します。てっちゃん、てっつん、ふうこちゃんさん、ありがとうございます。フォロー。にしめ高三郎はだからおじさんの方かな。にしめ純次の方が俺のじいちゃん。ウィキペディアに名前出てくると思うよ。私和道さんのファンだったけど、今はのんちさんのファンだって。俺のじいちゃんは西目純の方なの。うん、昨日500人超えたね、フォロワーさん。西目さん親戚で議員さん沖縄から出てますよ。それが息子だね、だから。俺のおじさんに当たる人なのよ。うん。のんちゃん配信してないよね。配信やってない。ツイッターはやってるよ。彼女よく配信ちょいちょい映るから、もしよかったらみんな名前覚えておいて、うん、のんちゃん。気難しいけどすごい優しくて可愛い子だよね、のんちゃん。のんちゃんのバズーカと BB 弾見てファンになったのどうした？あ、ごめんね、そういうタイプね。あの、のんちゃん今日ドライブ初めてだからあれだけど、運転するとき真顔になるタイプだわ。
牛島くんみたいってよく言われるんだよね。あんまり嬉しくないんだよ。なんでなんだろう。丸眼鏡だからでしょ。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、博多の森さん、あちゃちゃさん、なあちんさん、ありがとう。みんなが違うんだけど。嘘、また間違えた。違うけど、なんか変な感じだ。合ってる。これを、違うよ。初見さんいらっしゃい。山田さん、よろしくお願いします。いや、なんかね、俺ね、人を傷つける漫画とかあんま好きじゃないんだよね。なんか、第1話読んだら、なんかパチンコ屋のに見落とす、なんかパチンコ屋で、パチンカスの話で、なんかおばさんがトイレでフェラスの話ですげえ嫌だと思う。人の不幸で笑いたくないんだよな。見た目？それは何？漫画の、山田孝之っぽいってことを言ってるの。それだったら嬉しいけど、山田孝之好きだから。山田孝之かっこいいよね。なんかドライブしてるとさ、パフィー聞けるんだよ。パフィー俺だけ。山田孝之かっこいいよね。俳優だよね、俳優。俺もすげえ好きだよ。新しいフォロワーさん紹介します。月見ちゃん、ゆりちゃん、れいちゃん、フォローありがとうございます。いろんな、そうそう、コメディもできてシリアスもできる。実はね、日本人ってシリアスな役は結構得意なんだよ。ヤクザの役と軍人の役とか誰でもできるって言われてるんだけど、コメディもこなせて、さらに、なんか笑いも取れて、ああいうシリアスな役もできるってね、すごいんだよね。それがね、役者としてすげえなと思って。すげえいいことだ。ていうか、東京ってあれだね。道路複雑だね、首都高ね。わけわかんないね。俳優は一回トライしてみたいね。人生で一回。映画俳優やりたい。すげえ雑音。今雑音すごい。開いてないけど雑音すごい。まだ今閉まってるよ。なんだろう、雑音すごい、すごい。千葉のね、大慶園っていうところに向かってる。雑音が鳴ってないけどね。俳優経験ないね。エキストラはあるけど、池袋上、危ない。危ないよ、本当。
大丈夫？道路の音かな？声割れてる？オッケー。どう？多少マシになった？いや、エアコンもつけてないよ。いや、誰にも会いに行ってないよ。どう？これでマシになった？タバコあるか見て。うん。あ、自動販売機だ。あ、ダメだ。ありがとう。誰にも会いに行ってないよ。良くなった？自動販売機。そうだね。インター楽しいよね。良くなった？良かった。静か。風船プレゼントありがとう。ブホーってまた言ってる？なんだろうな、電波なんかと干渉してるのかな。ブホーって言ってる。タイヤの音かな。でもマイクで拾うとは思えないんだけどな。のんちゃんと結婚しないの？俺はね、実はね、この人だったら結婚してもいいかなって思ってる初めての人なんだけど、のんたんは結婚興味ない。あ、しこった。うわ、ぐしゃぐしゃ。ボーカートやりたくてしょうがないんだよ。ボーカート大好きだからさ。ボーカート楽しくない？10周500円だったかな。楽しいよね、ボーカート。そう、10周500円なんだよ。飯田橋降りるの？はい、若津。プロジェクト始まった？チビタいらっしゃい。プロジェクトって何のプロジェクト？どういうことだろう？どういうこと？プロジェクト？ああ、ここか。ロアコさんのところだ。プロジェクトって何台？だよね。いや、だって高速から降りたら意味なくね。飯田橋で降りたら。いいじゃん、下道行こうよ。風船ありがとう。和道さんのプロ配信ですよ。
いやーいい感じですよ。めちゃめちゃみんなアイテムくれて、すげえ稼げてますよ。いい感じいい感じ。ふわっち向いてるっぽいわ。閲覧も結構多いし、閲覧もだいたい100前後ぐらいで、調子がいい時200ぐらいかな。すげえ楽しいよ、ふわっち。早く来ればよかったね。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさんがレッツファイブさん、ありがとうございます。いやめっちゃ良かった。しばらくふわっちでやってこうと思ってるね。ふわっち楽しいよ。アイテムまだ買ってないから、買ったら花火プレゼントするね。おー、サンキュー、かっちゃん。ありがとうね。飛ばすね。え？すげー飛ばすね。ん？間違えた？次だった。初見さんいらっしゃい。おお、監視くんいらっしゃい。まっすぐって書いてあるじゃん。なんか地図読むの苦手？もしかして。このナビが前のやつは大丈夫。お、ツイッターフォローありがとう。よろしくです。バナプレゼントありがとう。軽く寝落ちしてた。タバコ売ってないか。いや、タバコタバコ、タバコ売ってなかった、ノータ。さ、バッグをさ、後ろにやっていい？うん。だからさっき転がっちゃった。ああ。ああ。配信機材が。かな。何が？何それ？USB。これ USB が何なの？電源。電源、いや USB じゃない、コンセントだよ。タバコ売ってないコンビニ結構最近多いよ。97名さんいらっしゃい。たくさんのフォロワーさんありがとうございます。フォローしてくれてよろしくお願いします。そうだね、喫煙者にだんだん厳しいよね。まあ肩身狭くなるし、
今後はね、あのタバコ1000円値上がりするの確定でしょう。多分でもマリファナが解禁になるんじゃないかな、この流れだと。タスポ作ったんだけどなくしちゃったんだよね、再発行しないと。でも俺はあの1ヶ月分もう給料出たらその場でね、あの1ヶ月分のタバコ買い占めるタイプだね。だ部屋がね月末になるとタバコだらけになる。ありがとう。アイコスは俺はっていうか別にね、あのタバコで体悪くなるのはしょうがないことだと思ってるから、あのなんつうの、なんかタバコ吸ってて軽いの吸おうとか、なんかアイコス吸おうとかあんまそういうのは考えないかな。マリファナって大丈夫？マリファナはアルコールよりもタバコよりもあの危険度は少ないかな。中毒性は高いんじゃなかったかな、確か。中毒性高いっていうのは効きやすいってことね。だ効果が現れやすいんだけど、あのなんつうの、体に害は残らない。タバコとかアルコールの方が全然害残るね。マルボロかな、俺マルボロじゃない、アメスピ。わあすげえ広いセブンだ。あ、売ってない。すいません、これってもう今売ってないですかね。のメンソル、はい、切れてる。あ、すいません。あ、それですね。一泊ください。はい、はい、はい、どうもありがとうございます。よかったよかった。広いなここのコンビニ、すごい、ほらなんか飯食うスペースがあって、多分オフィス街なんだろう。あれ、ゴミ箱すごいよね、広いよね。そうそう、イートインコーナー、しかも超でかい、超広い、すげえな。アメスピは体に悪くないね。あの俺タバコのことは相当調べたけど、あの JT で売ってる普通のタバコがいかにやばいか、アメスピは逆、無農薬無農園だから全然体に悪くない。体に、タバコとしては体に悪いけどナチュラルなんですよ。スーパーマーケットっぽかったね。のんたんありがとう。あのタバコについて言うと、なんでアメスピンしようかと思ったのが、俺ずっと丸ボロだったの、ずっと丸ボロだったんだけど、浮気しなかったんだけど、あのリスナーさんにタバコやめろと、体に悪いから、で嫌だっつってので、ずっと気遣ってくれてるリスナーさんがいて、分かったと、ワードだったら地球環境のこと考えろと、農薬がその地球のなんつうの、地面を汚染するのは分かるな、ワード分かると、それは良くないよねって。で、農薬の3分の1は、世界で使われてる農薬の3分の1は、タバコなんだと。だから、タバコで農薬を使われて、お前は地球を汚してるんだから、あの、タバコを変えろと。で、アメスピだったら許すって言われて、ほうって思って、すごいタバコの勉強したの。
そしたら JT が作ってるのもちろん農薬バンバン使って地球汚してるし、あのタバコの葉っぱからあの水で溶液で溶かしてニコチン、人工ニコチンを抽出するんだよ。で人工ニコチンを作るの。一回水に溶かして簡単に言うとニコチン取るでしょ。で余った木のクズがあるじゃん、それを全部バルブって言って木のクズに変えてプッシュしてプレスして紙を作る。で今度この紙にニコチンを逆に抽出させるの。だから均一で同じ味なの。だからアメスピ吸うと分かるんだけど燃えないんだよ。増粘剤って言ってこうバーって燃えやすくする素材が入ってない、ただのタバコなの。本当の葉っぱだから農薬も使ってないし本来のタバコの味なの。だから1本で2倍ぐらい持つの。火がつきづらいんだよ、葉巻っぽいっていうか。それからね、他のタバコ吸えなくなったね。味覚えたらアメスピの。金林さんとはもう話ついたよ。アイナさんいらっしゃい。ロンタ車何乗ってんの？俺車種とか全然わかんないから全然わかんないわ。今日いつも違う車だけど。タバコの、葉巻のタバコを使ってる。480円ですね。一番高いです、アメスピは。え、また間違えた？また降りちゃうの？今乗ったばっかなのに。俺はメンソールだね。タバコの本来の味ってことだ。なんか普通の丸ボロとか吸っちゃうとねすぐなくなるから吸った気になんないし、タバコ本来の味じゃないよね。やっぱヘビースモーカーだよ。どんどんタバコ大好き。え、また間違えたの？すげえな、飲んだ。ナビがダメなの。いや、俺わかるよ。これナビは悪くないよ。絶対飲んだんが間違えてる。俺でもわかる、これは。飲んだあれだな、運転音痴だな。ちょっと可愛い。これはナビのせいじゃない。思ったらさっきからずっとぐる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 同じところ回ってる。
あ、ごめんね。切れた。ロンタン激横。羽田に向かってるじゃん。逆だよ、ロンタン。確かに、でもこれは分かりづらいね、このナビは。羽田、千葉だ。羽田、千葉じゃないんだ。羽田、神奈川の成田だよ。だってさっき26キロだったのに、今37キロになってる。なんで切れた、アメさん。いらっしゃい、アメさん。スマホに変える多分。走り屋いっぱいいた。首都高バトルだ。ナビ分かりづらいよね。はい、こんばんは。生活大好きちゃん、久しぶり。いらっしゃい。タバコ吸ってると喉違和感ないんですが、3年吸ってるとおかしいですよね。まあ、タバコはね、喉をおかしくするわな。それはしょうがない。東京タワーすげえ、初めて見た。あー、ごめん、嘘ついたわ、うん、何回も見てるけど、すげえ綺麗。やっぱ東京タワーの方がかっこいいよな。超綺麗、すげえ綺麗だったよ、肉眼だと。やっぱ東京タワーのかっこよさすげえだな。ね、早い、早そうだね。超綺麗だった。超綺麗なピンボケ。
なんかいいよ、飲んだ後。超すげえ、超すげえ、超きれい。見えた？見えた？超きれいだったでしょ。見えた？映ったかな？映った？超きれいだったよ。見えた？すげえ。まっすぐだね。病動多くないですか。俺はだから病気も寿命だから受け入れるしかないかなと思ってるかな。そこは病気は怖いけど受け入れていくしかないでしょ。ただね、怖いものとかそういうものは引き寄せの法則あると思ってるから、俺はだからあんまりね病気のこととか考えないようにしてるね。もう全然いいよ、間違いない質問じゃないよ。全然何でも答えるのが配信者だから。鮫島さんのクリスマス彼女と一緒に行く。のんたんも招待してもらったから行くよ。音すごい、やっぱりなんかね言われるんだけど原因が分かんないんだよね。多分ねパソコンのバグだと思う。この中音してないから、またバグったんだな。新宿だ。ここ左、左、左、あ、じゃあごめん、右、ごめんね、ごめん、右、そう、危ない、うん、あ、ごめんね、間違えて、右。雑音がすごいするって言われるんだけど、雑音が鳴ってないんだよね。また心霊現象かな。結構俺の外配信心霊現象すごい起こるから。どんな雑音が聞こえるか教えて。なんかエアコンとか風切り音とか窓開いてるとかずっと言われてる。でも確かに、なんか、マイクがね、時々ノイズが入るんだよね。
窓開いてないよね。これを取るの？いや関係ないね。そしたら多分中のノイズがどっかになんか走ってんだよ。多分ラジオだと思う。ね、電波が干渉してるとしか思えない。多分電波だよね。車の中は何にも鳴ってないから。いやこれじゃない。そういう音じゃないんだって。電波障害か。そうなんじゃないかなと思ってるんだけど、多分カメラが変な周波数の音を拾ってたかもしれない。またフォロワーさん、シビタさんフォローありがとう。確かにこのナビは分かりづらいわ。いらっしゃい。スタート地点に戻ったね。いいね。そう。合ってる合ってる。合ってる合ってる。いい感じ。合ってる合ってる。
バーさん、ありがとうございます。ミニさん、ありがとうございます。ましたよ、昔は。ネカフェ好きですね。まあね、結構ネカフェって高いんだよ。意外とくつろぐには安いんだけど、なんか貧乏生活やってるとね、ブックオフとかで漫画買って家でゴロゴロしてた方が安いんだよね。家、ネットも引いてあるし。だから、ネカフェみたいな部屋だからね、俺の部屋。あと、ネットカフェで配信できないから、あんまり面白くないんだよね。プライベートはほとんど家にいる。たまに行って漫画もう10時間ぐらいずーっと100冊ぐらい読む。大体10時間ぐらいあれば100冊読めるから、こそっともう棚から本持ってきて部屋の中でずーっとひたすら気になってるタイトル読むって感じかな。ジョジョの奇妙な冒険全部読んでみたりとか、そういうことやるかな。生活してたりとかしてたから、カフェ行くとね、なんかいろいろ思い出すよね。辛かった頃をね、苦しかった頃とか。結構遠くから、道間違えちゃって、新宿から亀有の方行って、亀有の方から新宿に戻ってきて、今やっと錦糸町の方に行ったね。一周したの。道間違えたり。ぐるっとドライブした感じ、首都高。そんな感じ。もうすぐ東京抜けるって感じなの。そんなに遠くないですよ。そう。ナビがね、ちょっと案内が変で、わかりづらいナビだからさ。和道さん、どちらへ。そうだね、今から大経園って呼ばれてる隠れ激アツゲームセンターに行こうと思ってます。結構でかくて
施設も面白いんだけど、なんかね、意外と知ってる人少ないんだよね。そうそう、道がね、分かりづらいからしょうがない。ナビも変だし。今、川、これが江戸川かな？江戸川じゃない。これ何川だろう？荒川か。荒川越えるから、もうすぐ千葉入るのかな？ドライブ楽しい。ノンタンと、本当にデートしたことほぼなくて、ずっと俺の部屋でイチャイチャしてるだけだから、ほぼ俺の部屋でストーリーが展開してるもんね。喧嘩したり、洗濯したり、ご飯食べたり、片付けしたり、アマゾンでお買い物したり、もう部屋から出ないのよ。今度はもう俺もデブショーだから。だから今日初めてのね、デート。初めてのデートなのに、配信回してるっていう、この KY な感じだよ。ね、初めてだもんね。だからね、結構俺が誘うんだけど、どこ行こうどこ行こうって嫌だ、外は危険っていう。昆虫多いよ、マジかよ。部屋から出ないんじゃ行き詰まりますね。そうそう、だからノンタンと一緒に思い出を増やそうっていう企画ですね。珍しくノンタンがいいよって言ってくる。珍しい。待ってるよ。そうだね、知ってるし、俺もともと成田だから、地元が。やっぱあれだね、東京から川に立てるだけで明かりが全然違うね。あー懐かしい、真っ暗だ。千葉になった瞬間真っ暗だわ。分かりづらいんだよね。そうなんだよね、大剣。ノンタは配信大好きだから大丈夫だよ。ノンタは配信大好きだから。配信切った方がいい？いいよって、配信してていいよ。はね、そういうの、もともとリスナーさんでヘビーリスナーだったから、ほんとニコ生とか配信大好きでずっと配信見てる人だから、あんまりね、その配信より私とかそういうこと言わない。なんか配信をなんか逆に回してないとリスナーさん待ってるよっていう感じだよね。心配してくれる感じ。あんまなんか配信と私どっちが大事なのよみたいなこと言う感じではない。理解あるっていうか、もう配信大好きっ子よ。配信はノンタンの生きがいだから。運転してるの彼女、うん、彼女だよ、ノンタン。今話題のノンタン。配信者はね、なかなかね、一般の人とは付き合いづらいよ。配信者同士かリスナーさんかの方が、配信に理解ある人じゃないと難しい。もうすぐ左だね。
ったら知らないんだ。最近見てなかったもんね、シビタね。久しぶりだもんね。大体大敬遠でジャニーズと AKB がデートしててスクープされた。あ、結構芸能人来るんだね。最近はギガモンスターでも計測制限になりますから全然捕まえませんよ、ワドさん。ギガモンスターでも相当制限になりますね。ギガモンスターってなんだ。うわ超懐かしい。千葉久々来たわ。千葉県民の血がうずくぜ。うわ千葉だ。千葉っぽいこの感じ。空が広い。いいね、やっぱ地元いいね。ソフトバンクの新しいプラン。ああ、いや、俺、あれだもん。格安シムだから、ネット使い放題だもん。制限ない。速度制限ない。全くない。俺、プララだから。いくら使っても無料。無料っていうか3000円ポッキリ。しかも、携帯配信じゃなくて、俺、パソコン配信だから。速度制限ないっすよ。僕のは。3000円で配信ぶっ放しまくりです。光とかうちは田舎すぎて通ってません。あ、そうなんだ。あれだよ、プララ光、プララ光じゃないよ。あ、光も通ってないんだ。へー。プララはね、もともと携帯電話の LTE 回線を使うやつね。昔 LTE ってあったでしょ。あの余ってる回線を今あのパソコン用とか格安 SIM で開放してるんですよ。昔ドコモが使ってた回線ね、使わなくなった LTE 回線。いや、なんか今お化けが映ってたような気がして。元八幡かよ。超暑いわ。ライブハウスがあってさ、小4の頃この辺よく出入りしてたんだよ。ルート14っていうライブハウスがあってさ。満月すごい。やべえぞ今満月。さっきよりでかい。うわ超でけえわ。やば今日の満月。みんな外見てみえ。今満月超やばいよ。超暑いよ。でかっ。しかもなんか金色。さっき白かったんだけど金色に輝いてる。黄金。やべえわこれ。2日後のスーパームーンやばいよ。つんねえな。すごい今日月が。スーパームーンやばい。満月、満月ではないんだけど明日が満月かな。超でかいよ月。
さっきも超光ってたけど、白で。今もっとやばい。千葉とか来ることある？ある？どの辺行ったことある？よくわかんない。ドライブ？海ホテルとか？金梅さんのサムネ超面白い。金梅さんがイケメンサムネ使い始めた、うん、なんかね、こういうサムネ使って、おいお前らそんなことやってると叱っちゃうよとかいう、なんか萌えの好きな人女の子相手にやってる放送とかがいっぱいあんのね、ふわっちって。それで稼いでんだけど、金梅さんも便乗始めたんだけど。千葉はね、東京の隣だよ、うん、隣。東京があって、千葉、埼玉、神奈川ってこうぐるっと挟まれてる感じ。ポリース。チビタはどの辺に住んでんの？え？どういうこと？え、どういうこと？え？意味が分かんないんだけど。アスペだから分かんない、そういうの。なんで出会い中なんだろう俺が。どうもどうも、シウンパヨさんいらっしゃい。なんで赤にずっと、うん、OK を取って注意してくださいねってやつ言ってるな。なんでイライラしてんの？難しいな、ノンタは。今度店でも行こうぜって何？どういうこと？何？今度店でも行こうぜって何？
飯誰と？誰と？どういうこと？なんで俺が誰かと飯行くの？相変わらずイカれた面してますね。あ、いらっしゃい。あくびちゃんいらっしゃい。言ってる？そんなこと。それは誘うでしょ、オフ会は。それは言うでしょ、告知するでしょ。さん、所持金とか大丈夫ですか？所持金やばいよ、いつも。常に俺はピンチだから。所持金は俺に聞いたらダメだよ。常にピンチだよ。後先考えないで飯ばっか食ってるもんね。あと和藤さん、おすすめの香水ってありますか？香水はパイっていうのが好きなんや。ジバンシーのパイが好き。俺はよくつけてたかな。ジバンシーのパイと、あと、そうだな。俺は今最近ハマってるのはお香かな。シャンダンのお香にハマってる。俺はジバンシーのパイが好きだけど、最近香水つけてないね。ジバンシーのタイじゃない、パイ。あの、ルー、パイだよ、パイ。パイ。パ、ピー、ピー、パイ。タイじゃない、パイ。ジバンシーのパイね。お、誰かフォローしてくれた？フォローありがとうございます。夜厳選、夜厳選さんフォローありがとうございます。声途切れた？ジバンシーのパイだよ、パイ。声途切れた？まっすぐってなってる。あ、そういうことか。この右ってことね。音まだある？途切れた？ジバンシーのパイパイパイ、そう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 、オッケー、それ。
うん、見ておいて。結構ね、ボトルのデザインもかっこいいよ。いい感じのボトルのデザインだよ。そうそう、この辺この辺この辺、左側にあるんですよ。そうそうそう、ああ、そうなんだ、そういうことか。ボーイっての香水も良かった。へえ、それ嗅いだことないな。金杯配信始まった。顔出ししないで。ツバニャンと合ってんじゃねえの、これ 100% ツバニャンじゃないの。ツバニャンの音聞こえる。いや、これでツバニャンと一緒にいたら約束破りでしょ、完全に。アニメのありえない、あ、見た見た、トップページ。なんだろうね、なんでアニメなんだろう。もうすぐ着くよ。画像のところ。ここ。ありがとう、なんだ。そこが入り口かな。ここだったっけ。あ、どっちだろう。これラブホか。左で。ついたよ、みんな。あっち？うん、あっち。上だね。着いた着いた。どう？来てる映像。どうすか？映像来てます？来た？月見ちゃんいらっしゃい。映像来たら教えてください。来てる映像。超でかいでしょ。あれ映像来てねえのかな。見れる？見れる？
すごいでかいでしょ、ほら。もう隠れスポット。超でかいよ。タバコ吸おう。超でかいでしょ。24のゲームセンター。はい、いらっしゃい、みんな。楽しんでってください。ゴーカートをやりに来ました、ゴーカート。そこにゴーカートある。ワード2。なんだっけ、大敬遠。大敬遠。今日はノンタンとデートです。花火さんいらっしゃい。いらっしゃい。ノンタン運転お疲れ様だって。はい、ワード2いらっしゃい。フェラーリとか、フェラーリっていうかなんか軍物のなんか、なんつうの、オブゼみたいなのいっぱいある。うとうとしながら見てんの、小田井さん。うん。スケーターがいっぱいいますね。のスケーター広いよ、めっちゃ広いよ、ここゲーセン。中超でかいから。で、外もカラオケもあるし、バスケットコートもあるし、テニスコートみたいな。そう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 。で、あんまり有名じゃないんだよ。東京から近いのに。結構有名だよね、普通はですね。2回ぐらい遊びに来たことある。久々来たわ。いいか。ごめんね、お待たせ。ピッタスカンカーに出てたの？おぉ、やってるやってる。これやりたかったんだよ。これこれ。これやりたかったの。ゴーカート。いいんですか？やってるやってる。これこれ。昔並んでたんだ。映像来てる？ゴーカート見よう。映像来てる？大丈夫？問題ないから。これやろうよ。あれ、なんか電波ない。また電波なくなった。どうだろう。また止まった。電波きついから。インターネット接続ないって出てるもん。配信できないかも。嘘だろ。ピーティーピーティー言われてるから。まさかよ。こっちが入れないの？こっちが入れないのかな？
こが来る来るか、音は聞こえんの、また電波ねえのかよ、音は来てる、きついなこれ、広いでしょ、音来てる、音と映像どう、電波ねえかもな、どう、音映像どうすか、更新ボタンないかんな、来てる、おお、モヌいらっしゃい、大丈夫、じゃあ5秒カウントで手を挙げてください、5、4、3、2、1、手挙げお願いします、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、18、19、20、ダメだな、電波ないわ、電波なかないのかな、配信切って普通に遊ぶ、ダメや、3秒で残った、おーかっこいい、どうすか、いいよ、これガバガバで撮れないの、これリストバンドなんだ、これ超撮りづらい、声あるけど指は3、ポケット Wi-Fi っていうか携帯のデザリングっすね、ダメだな、外出てリスナーさんに説明してくるわ、混んでるね、すごい人いっぱいいるよ、ちょっとね、どう今多分ね、外に出たら電波回復すると思うんだけど、今映像来てる？多分ね、中電波ねえわ、中電波ない、ちょっと一回休憩して、その彼女とデートしてきてまた配信つける感じでもいい？申し訳ないんだけど彼女とデート楽しんでくるわ、うん、二人でツイッターに写真をあげるから、ごめんね、せっかく来たのに、そのパソコン車に置こう、車に置いていい、ちょっと二人っきりで楽しんでくるわ彼女と、ごめんねみんな、せっかく来たのに、こういうさ、見えてる今、うん、楽しんでくる、見えてる、こういうかっこいいオブジェがいっぱいあんのよ、すごくない、こう戦闘機みたいなやつ、戦闘機みたいなのがあるのよ、かっこいいでしょ、そうだね、ちょっと小一時間ばかし彼女と楽しんでくるわ、じゃあお疲れみんな、悪いね、申し訳ない本当に、女の人は彼女、うん、彼女です、今大丈夫、多分ね中が電波ないんだよ、でこっちがバッティングセンターになってるんだよ、そうだね、のんたんとラブラブしてくるわ配信者としてほんと持ってないよね俺、電波が重要なところでいつも電波切れっかんな、うん、行ってくるよ、うん、お疲れ、ありがとうね、うん、申し訳ない、初めてのデートだからのんたんと、うん、でもまあマジで 99% ドキュンなんだけど客層やべえんだけどマジで 99% ドキュンだからね、じゃあみんなお疲れ、あとでまた配信開きます、おつでーす、
おいっすー、おはようございます。日曜日をエンジョイしてる和道でーす。どうもー。帽子ゲットしました。彼女とお揃いで2個取れました。いい感じでーす。モンスターのデザイン好きなんで2個取りました。リストバンドも。おはようブルさん。彼女とお揃いでリストバンドとモンスターのキャップ手に入れました。デートしてました。なんか俺昔からキャップ似合わないんですよね。できればシートベルトを。してるよ。もうしてるしてる。おはようございまーす。おはようございまーす。出口はね、後ろ。モンスターデザイン好きなんで、いい感じですよ。ここはどっかドライブする？ケール。ケール。おねむな時間か。じゃあ帰ろう。楽しかったね。なんか矢印はなってんだけど。え？いや、いいってか。うん。いや、ここから入る。いや、出れるでしょ、別に。キャップ似合わないんすよ、僕。昔からで、キャップ超似合わないんすよ。こうやると可愛くなっちゃう。そう、こうやってやると、なんか、ターボーみたいとか言われたりとか。そうなんです。あの、頭が小さいんすよ。頭でかくないとキャップが似合わないんすよね。なんか、あの、アメリカの野球観戦者みたいになっちゃうんですよね。キャップ超似合わないですよ。ニット帽とか、あの、ハンチングとか似合うんだけど。便所太郎さんにプレゼントしようかな、やめて。いや、そっか、お揃いだもんね、うん。飾っておこう。でも俺あんま被んないけど。まあ、かっこいいからね、うん。あ、ホイミスライムに被せようか。うん。うん、かわいいから。うん。後ろにした方がいいっすよね、多分。うん。それか、ツバこうやってやっちゃうか。もう、ツバにもモンスターって書いてあるんですよ。うん。斜めがいい。これでいきますか、じゃあ。帽子似合わないんすよ。はい、ワドツー。今耐えるところだよ。いらっしゃい。楽しんでってください。ワドツー。帽子とリストバンド手に入れました。リストバンド僕よく使うんでね。あの、リストバンドは結構お気に入りっすね。帽子は多分被ることはないから飾る感じになると思いますが。2500円くらいかかったよね。2つ取んのに。あ、でも2つで2500円だ。安いよね。お得だよね。しかもこれしっかりしてるもんね、うん、結構。もう普通に3000円とかで売っててもおかしくない。イエーイ、ゲット。いや、楽しかった。ゴーカートは僕が圧勝しましたよ。ノンタは下手だった。半周ぐらい周回遅れだったよね。超楽しかったわ。フライングしたんじゃないの？フライングしてないよ、俺。うん。フライングしてない、してない。楽しかったね。ビリヤードも地味に面白かったよね。ビリヤード面白かった。今度ビリヤードやり行こうか、うん。ビリヤードデートね。ビリヤード勝負。うん。今日ノンタは普通にうまかったよね。カツンって。カツンって。いや、超楽しかった。なんか久々遊んだって感じがした。ビリヤードいいよなぁ。ルールがごちゃごちゃになってたもんね。わけわかんなくて。成田ルールとジョージルール。何、ジョージって。ジョージのことジョージっていうの。俺初めて聞いたんだけど。ジョージって言うんだ。じゃあ三鷹市なの？いや、武蔵野市。武蔵野？三鷹は三鷹？三鷹は三鷹。おお。うちのもう一本向こう側がもう吉祥寺。あ、そうなんだ。へえ。駅前なのに。近いの、駅で行きたいな。あ、そうなんだ。吉祥寺まで歩いたら15分。うん、あ、そんなもんで行けんだ。超近いじゃん。前回とかだったらもう10分ぐらい。あ、そうなんだ。でも、なんか、
ワンセットみたいな感じなんだ、今日は。中間みたいな。6名激化粧なんだやべえよ、激化粧だよ。左方向、左だね。パクってんの。いやいやいや、フォーカートじゃない。あれ熱くなるね。あれ熱くなるでしょ。身長がやばかった。身長制限がアウティになったね。ゴゴ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 みたいな、ないしみたいな、どうしよう。届いた、届いた届いた、うん、前が見えないんだよね。ああ、前がハンドルなんだなるほど。あ、でも普通の車もそうだけどね。うん、なんかちびっこがなんか子供が運転してるみたいなもんだから、ここから見ると日曜日だからね。日曜日そうなんだよね、配信って日曜日かそる法則あるんだよ。だからみんな多分リア充なんだよね、結構。そうなんだよ。青もね、結構青と赤も良かったなと思ったけど、やっぱモンスターっつったらこのカラーだよね、定番の緑と。その刺繍横にも入ってるし、ちゃんとこれプリントじゃなくて刺繍なんだよね。普通に結構作り込んでる、いいよね。これスケーターとか普通にね、かぶってても多分オシャレだと思う。お弁当準備中、モグリン。いいよ、全然モグリンで。まったり行こうぜ。うん。まったりまったりで行きましょう。よいしょ。いや、楽しかったな。初デートは大成功だね。また面白いスポット見つけて、また行こう。そんなガタガタすると思わなかった。うん、しかもあれ1年10周で500円安いよね、うん、ガチのカートだった。うん、そうなんだよ。もっとなんかもっとフューチャーされていいのかなっていう。うん、知らない人多いじゃんここ、うん、都内から近いし24時間だし。たくみさんとかいいんじゃない、カートやってた。そうそう、だからたくみさんも一緒に行こうって誘ったことあるんだけど、どこっすかみたいな、聞いたことないっすみたいな感じになって、うん、最高ラップ出しちゃうよ。最高ラップ難しかった。だって結構俺上手かったでしょ、うん、最速走ってて、うん、あれで10秒足りなかったもん。どんだけうめえんだよみたいな。ちょっと出せるかな、あ、ちょっと体重ちょっと多めに取ったんだけどね。あ、体重もあんのかな。あとマシンスペックだと思うよあれ、うん、ぶっちゃけ緑のやつがノンタン乗ったやつ、あれ良かったの、マシン、うん、あれで走りたかったもん。あとアウトから始まる方がいいね、うん、ノンタンのコースから外から内に入れるから、うん、素人ってみんなインに入ろうとするんだよね、うん、インアウトにしようとするから、分かってねえわ。トップスピードを維持したまま入らないとダメだって。バドさんの配信ラジオでいけるから、ラジオっぽい配信が好きなんだよね。やっぱチャンマンリスペクトだから俺、そう、喋りで聞いて、やっぱ聞いてもらいたいっていうのが強いよね。そこがやっぱメインですよ、僕の配信の真骨頂ですよ。だから配信してないかもしれない。なんか俺が配信を見るよりもラジオとかテレビ見てる方が多いからだと思う。それは松山さんのラジオとか普通に面白いもん。ポッドキャストとかやればよかったよな昔から。迷彩好きなの、迷彩がいいって言ったから、ダセーと思って、あれダサかった。やっ
ぱあの、スナイパー名産じゃないスナイパーだと思うんだ。狙撃手、遠くから撃つタイプ。たまにハンドガンも使うけど接近戦、接近戦、あ、来た、あ、来た、アサルトライフルが一番強くない？面白いよね、遠くの方からパーン、一撃とか頭を狙って飛ばしてる。戦争ってよく考えたら超怖いよね、いつどこでどんな時に狙撃されるか分かんないからね。米軍不利じゃない？もう制服着てるわけじゃん、向こうはね、普通に一般服だからどれ撃ったらいいか分かんねえもんな、そっちの方がいいね、だからベトナム戦争とアフガニスタン戦争が負けたんだよね、アメリカが。市民が暴徒とかしてるからね、分かんねえもん、分かんないでしょ、市街戦だったら空爆するっつってもどこ空爆したらいいんだみたいな。日本とかは分かりやすかったよね、本当。戦争の形が変わってきてるからね、国対国の軍隊じゃなくなってきてるから。次はゲーマーが軍に出る時代だから。だろうね、あのドローンでしょ、任せろいや楽しかった。照明が古いな、なんか。なんだこの街灯、ダッセ、なんか懐かしい気がする、ね、田舎とかにありそうなね、温泉街とかにね、クソダセーなこの街灯、誰がデザインしたんだろう、ノスタルジーねおはよう、ケザラ、ケザラモンザライ、おはよう。ノスタルジックだな。音時々切れる、マジで？多分電波だわ。申し訳ない。外配信だから。もう街灯は普通になった。街灯と信号の区別がつかないで。嘘。全部青みたいな、いいよね、なんかコーラとかドッペよりもブラックのコーヒーの方が好きになった、大人になったのかな、うん、違う、甘いものばっか食べてるから。あ、入り直したら大丈夫だった、オッケーオッケー。スナックとか食べてる時は、こういうなんかコーラとかドロッペとか。俺意外とポテチとか食わないでしょ、見たことないでしょ。そうなんだよ、スナックとかあんま食わないんだよ。あれ美味しいか、ポテチとか。うまいけど、うまいね、うまいけどね、映画館でポップコーン食うぐらいかな。ポテチはね、ハマるとね、食ってるやつずっと食ってるもんね、ご飯みたいに。あれ、この人からいけるな。なんかね、最近のポテチちっちゃいの。そう、少ない量。そのくせ高い。そうそうそう。あんまり俺ポテチ食いたいっていうのないんだよ。ご飯の後にポテチみたいな。で、甘いドリンクとポテチで、甘いドリンクとポテチ。アメリカ人みたいだな。しょっぱいもの甘いもの、しょっぱいもの甘いものみたいな。あんまん食べたら肉まんみたいな。何それ、その例え分かんないわ。あんまん、あんまんはあんまんで食いたいし、肉まんは肉まんで食いたいな。いやー、甘いのの後にはしょっぱいのとか、しょっぱいのの後にはあんまんみたいな。そう、最後にあんまんで締めるみたいなあんまん美味しいよね。あの、なんだっけ、中村屋のコシアンの甘いのが好きだね。コシアンのね、なんかね、ごまが入ってるやつ。あ、はいはい、美味しい美味しい。それは、なんか中村屋のあんまみたいな。はいはいはい。やっぱね、俺、牛まん、肉まんは山崎の定番のが好き。
くるくるってなんか渦巻きみたいな、こうひねってこうシューってやる、あのなんか中華まんじゃない、あのなんつうの、山崎パン独特の牛丼みたいなね味、あれが好きな、タケノコがいっぱい入ってて、あタケノコ入ってる、タケノコの食感いいよね、うん、でさらに、うん、からし醤油で食べる、へえ美味しいのかな、うん、からし醤油で食べたことないわ、うん、美味しいからし醤油、あそうなんだ、うん、へえ、からし醤油つけるとなんか中華街のなんかまずそうな肉まんでもいけるみたいな、うん、へえ。でも肉まんって醤油つけて食わなくね、なんかタレにつけるっていうイメージがない、うん、でもね美味しい、へえ。帽子似合わないのなんでなんだろう、おもなかだからかな、なんか顔の横の広い人だと帽子似合うイメージがあるんだけど、昔からキャップ似合わないのなんでなんだろう、これ顔が多分長い、な、おもながだからだろうね。縦感が出ちゃうんだろうね、多分。なんかさ、丸顔の人がキャップ似合うっていうイメージがある。のんた似合うって言われる。のんた似合う。俺似合わない。そう。だからキャップみんな被ってた時羨ましかったんだよね。なんで俺キャップ似合わねえんだ、みたいな。でも なんかね、キャップのサイズとかにもよる、いや、キャップ全般ダメ全般もう、ね、もうずっとだもん、昔から帽子屋さんとか行ってもキャップかぶんのやっぱ、うん、でやっぱりダメだなみたいな、うん、要はね、ここの幅が浅い帽子とか、うん、逆に丸っこいニット帽とかが似合うの、うん、浅いキャップにすればいいんだよ、浅いキャップないんだよなかなか、キャップってここが幅があるんだよやっぱ、そうなんだよな、キャップ。便所さんってイメージだな、キャップは。なんかあんまりイカつくない、あ、そうなんだ、でもまあ俺自身がもともとキャップかぶる系のファッションしてねえからな、なんか T シャツとジーパンとって感じでしょ、そのなんかダボっとした服、なんでここ止まんの、えなんか信号があったような気がする、いやない、朝になってきた、明け方だもん、明けてきたね、新やつ頑張ってるな、ずーっと配信してるわ、偉い、うん、ワッチでやってんの、ワッチやってる今、すごい、ワッチたまに来るよ新やつ、増えてまんな、
なんか娯楽だったら何が好きなの？娯楽だったら、うん、テニスとか抜きで？テニスとかは得意なの？うん、テニス、や、俺好きだよ。あの1回しかやったことないけど。あ、それはちょっと。あ、多分でも上手いよ。いや、いや、ちょっとそれは。いや、まずでまずで。やだ。いや、ちょっと。上手いの、そんなに。自信あんの？うん。うん。のがいい。部活入ってたから。じゃあ教えてよ。いやだ、めんどくさい、やっぱ。うん。テニス部だったんだ。まっすぐでいいんだよ。違う、難しく考えなくていい。まっすぐ行ったらぐるっと回る道なんだよ。あ、違うか、左か。え、こっち？あ、千葉方面だよ。え、なんで千葉行くの？左かって言ったからよ。あ、違う、そういう意味じゃない。千葉が左かって意味で。千葉行くの？左千葉行くの？なんでよ、もう、のんたん。左って今言ったじゃん。違う、千葉方面は左かって意味で、独り言を言ったね、今。じゃあ、まあ、千葉行こう。もう行くしかないじゃん、入っちゃったんだから。はい。なぜか千葉行きます。なぜか知りませんが、千葉行くことになりました。懐かしいな。千葉25キロ。はい、すいません。ホテルある。ホテル。うんうん。何一人で妄想してる。ゲフゲフ言ってる。スマホでいいんじゃないの？嫌なの？いやいやいや、結構みんなスマホでやってない？いや、それはちょっと嫌なんだ。 Google マップとか結構優秀だけど、
タイトル変えます。タイトル、あ、タイトル変えるために一回落ちます。邪魔じゃない？うん、大丈夫。コンビニで安定感がある。見てる方はなんか斜めだって変な。いや、そうでもないね、大丈夫。そこはモニター確認してるから大丈夫。車載とかだとブーブー言われる。嘘、なってるまで気持ち悪い。うーん、まっすぐに座って。でも気になるよね。それ外に行ってる時でしょ。そう、ここね、あ、ラウンドワン、ここ左。このラウンドワン確かあのスポッチャとかあるラウンドワンじゃなかったかな。すっげーでかいやつだよね。戻ってまいりました。だー、真ん中真ん中真ん中。もう一回同じ分の量する。なんかと言うな、まっすぐ。え、いつか東京の栄養道場。みんなでやってるっていう。だからそのモーリー・ロバートソンとかも町山さんとかテレビスケールっていうの分かるんですか。配信ってどうしてもみんながリスナーさんの方向に向かってるぞ。そうじゃなくて、例えば極端な話、オルトノンタンがダベってることを垂れ流してて、みんながちげえだろうとか突っ込んでる方が俺は好きなんだよ。だからそのピンでやってる時はリスナーさんと対談してる感じで、対談が好きなんだよね、多分。人と話してるなんて言うんだっけ。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。